日本愛知県岡崎市ぬかた地区、桜形町桜形町は愛知県岡崎市ぬかた地区の地名。定番を持たない単独町名であり72の小技が設置されている。町内には、片屋郵便局、桜形駐在所、ぬかた北部診療所等があり、形屋小学区の中枢を担っている。桜形町は岡崎市の北東部、ぬかた地区の中心から、 やや北西にずれた場所に位置する。町内には、おつは諸もろ川、富尾川等の川が流れている。住宅地や水田は、おつは等の河川の沿岸に連なっており、その他の地域は、基本的に森林である。大きく分けて名のうち、阿蘇、柳田の3区域がある。なお、町内には町目大技は存在しない。2019年5月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。桜形細野冷水岡崎市基幹集落センター、ぬかた北部診療所桜形町寺小畑の休憩者地方海域県区域中世当時この地域は、名の内村、柳田村、麻生村に分かれていた。13世紀には、 三河守護足利氏悲観講師が、ぬかたの地頭として入った。1296年菅尾号及び菱賀里の地頭を務めていた、孔茂氏が、娘の稲荷に応募こと心妙に、菱賀里を譲った。1878年に、名の内村、柳田村、麻生村三家村が合併して桜形村となる。名前の由来は、境界線の形が桜に似ていたからだという。 形や村合併以後は大和桜形としてきたが、2006年1月1日、ぬかた町が岡崎市に編入合併された際に桜形町となった。ありがとうございます。